コマーノ・テルメは、イタリア共和国トレンティーのアルト・アディジェ州、トレント自治県にある、人口、約2900人の基礎自治体。2010年1月1日、ブレッチョ・インフェリオーレとロマーゾノにコムーネが合併して、発足した。コムーネの名称は、コマーノの集落にある温泉に由来する。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。 トレント自治県南西部のジュディカリエ地方にあるコムーネである。コムーネ本体の北方に飛び地がある。ティオーネディトレントから東へ 12km、ケントトレントから西南西へ1 9トルの距離にある。隣接コムーネコムーネ本体に隣接するコムーネは以下の通り。飛び地には以下のコムーネが隣接する。コムーネの役場はポンテアルケに所在する。 ポンテアルケは19世紀に新たに建設された集落で、コマーノの集落と、ジュディカリエ地方の他の村々とを結ぶ地点にある。コマーノの集落は、旧ロマーゾ村の領域にある。2009年9月27日、ブレッジョ・インフェリオレとロマーゾで、住民投票が行われて、両コムーネの合併が承認され、2009年州法、第7号により設置が認められた。 2010年1月1日、自治体として発足した。トレント自治権が設置した広域行政組織コムニタディバジェ、ジュディカリエに属する。コマーノテルメには以下の分離集落がある。地名はイタリア語名、ドイツ語名の順に表記している。2011年10月9日に行われた国勢調査によれば若干のラディン語話者がいる。印を付したものは 翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。